聴者の皆さんの可愛いペットをご紹介します。ワンコニャンコのコーナーです。今日はスタジオにマルチーズの男の子が来てくれています。やばいね、ちょっとこの可愛さ、可愛すぎる。はい、そしてちょっと先ほどより起きてくれたかな、うんうん、よし、カメラにちょっとだけ顔を見せてくれたな。ほら、あらー、可愛らしいな。さあ、また来ますね、うん、また来ますね。はい、うん、さあ、今日も視聴者の皆さんからいただいたペットの写真や動画紹介していきます、うん、まずはワンコファミリーからです。ワンコファミリー、はい、ファミリーです、うん、こちらです。津幡町松本さんのお宅の4匹のワンコファミリーです。右からトイプードルとチワワのミックスのチワプーのアンちゃん11歳、チワワのカン君5歳、ミディアムプードルのロン君3歳、トイプードルのリンちゃん6歳です。はい、少しあの今日ワンちゃん多いので分けて、男子チーム女子チーム分けて紹介していきます。はい、まずはアンちゃんリンちゃんの女子チームです。一番年上のアンちゃん、右側の白い女の子がリーダーです、うん、そしてリンちゃんは女子力が強めで、バンダナとドット柄のヘアアクセサリーをつけてるんですよ。おしゃれ、はい、なんかモデルさんみたいな、ね、そうですよね、うん、可愛いですよね。この毛色とアクセサリーも合っているっていうところも、はい、嫌がらないよね、うんうん、ちょっとまんざらでもなさそうな顔ですよね、うん、はい、可愛い女子チーム、うん、はい、続いてあの寝姿がクセ強な男子チーム紹介します。男子はもうもう安心してる。そうですよね、もうザ男子みたいな、はい、安心してきてる、はい、うん、この右側がその右側上かな、あ、上ですね、失礼しました、うんうん、上がクセ強のカン君、うんうん、そして下がロン君です、うん、どこに入ってんのね、はい、そうですよね、もうこの寝相を安心してるね、可愛、はい、うん、らしい男子チームです、うん、はい、そしてこのちなみに一番体が大きいロン君はカン君に頭が上がらないそうです、はいはい、あの、どんな様子か動画を送っていただきました。こちらはのロン君です、うん、テレビに動物が出てくるととにかく釘付けになるというロン君、うん、今流れているのはあのチワワのカン君の映像なんだそうです。こんなにじっくり見るんだ、はい、へえ、ドアップの、はい、アップでいいって分かってんのかな、なんだと思って見てんのかな、ね、そうですよねそしてあの4匹のあの楽しそうな様子も送っていただきました、はい、こちらです。散歩かな、はい、全員でお散歩する様子、あのまるでも大名行列みたいに、はい、行きたいとこ違うから、そうなんですよ、大変さん大変じゃないですか、あ、もう3匹一緒で大変ですよ。そうですよね、全然バラバラになった違う方向に行っちゃうんですかね、はい、かわいいワンコファミリーを紹介しました。はい、はい、続いても紹介続きます。続いてニャンコです、はい、ニャンコこちら金沢市的場さんのお宅の猫のムーちゃんです、うん、もう猫あるあるでしょうか、はい、箱の中にこうすっぽりと入ってる、箱が入るからね、はい、うん、もう絶対この、ね、あの荷物が届いた瞬間に、うん、あ、来た、これ空っぽになったらぴったり入れるんじゃないかとか入る思ってたのかもしれない。ピチカリじゃなくても入るからねぎゅうぎゅうになってね、入ります、うん、さあ、そしてそのムーちゃんの、あの可愛いアングルで撮った写真あるんですよ。こちらです。あら、こちらのムーちゃん下からアングルです、うん、よく見るとじっくり見ると暗いんですけど、あのペロッと舌が出てるんですよ。あ、出てる、はい、これあのよく出しているそうなんです。しまえないんだ。しまわないんですか ね、 あえてかな、かわいいね、舌かまへんのかな、これ、ね、ちょうどいいんですよね、気持ちいいな、はい、いろんなところが気になるムーちゃんです、うん、そしてあのかわいい様子まだまだ続きますよ。こちらです、こっちもすごい安心して、はい、ベッドを占領して爆睡するムーちゃん、うんうんうん、もう斜めでこんな寝られたらもう寝るとこないですよね。いや、起こすと怒るでしょ多分。おっちゃん下で寝るわっていう感じじゃね。そうですよね、もう可愛らしいんでもう起こせないみたいな、ベッド譲っちゃうよね、はい、そしてあの皆さんも気になってるかと思うんですけど、このどんな寝顔しているのかっていう写真も届いてるんです、うん、こちらです。まだセリアした、はい、なかなか衝撃的な寝顔をしています、はい、下もしっかりと出ています、これがあのもういつもなんでしょうね、はい、ついつい撮りたくなっちゃう、でも分かりますね、はい、かわいい愛おしいムーちゃん紹介しました、はい、さあ今日スタジオに来たマルチーズ、安心してる、安心してるね、遠くから狙われてるぞ、はい、ちょっと寝ちゃってるんで、まあ、ここは起こさずそっとしておきましょう、ね、はい、タイムだね。このコーナーでは視聴者の皆さんからいただいたペットの写真や動画、どしどしご応募お待ちしております。以上、ワンコニャンコのコーナーでした。